はい、お便りを用意でございます。お便りをのっぺかさす田中でございます。はい、はい、ということで、はい、今日はねもうみんな大好き、はい、ラックスマンラックスマンの登場でございます。やったー、はい、待ってました。もうね、ラックスマンの動画を、はい、ラックスマン製品の動画をやったら、はい、もう百発百中で人気になる。いやですね、やっぱすごいメーカーなんです。はい、ホームランもう10割バッターぐらい ホームラン打ちまくりですよ。量産体制入ってますよね。もう100割です。100割、やばい、はい、はい、いう感じなので、はい、相当ですね、はい、皆さんの支持があると、うん、いうことでございます。はい、はい、そんな中ですね、はい、CD プレイヤーを、はい、今日は紹介したいなと、はい、思います。楽しみです。で、フラッグシップ、フラッグシップ、はい、はい、の CD プレイヤーといえばですね、はい、10X か D10X ですかね。 D10X ですね、はい、なんですけど、はい、それの、弟くん、おお、弟くん、はい、弟機が出たんです。なるほどです。はい、はい、で、品番なんですけど、うん、SACD CD プレイヤー、はい、D07X やったー。いや、これめっちゃ楽しみ、はいはい、ですね、はい、で、単純なる弟かと思いきやちょっとっていう感じだったんで、これも絶対動画撮りたいなというふうに思って、はい、今、カメラを回してるということでございます。はい、はい、フラッグシップモデル、D10X の高性能と豊富なファンクションを受け継いだ MQA 対応のデジタルメディアプレイヤー待望の最新モデルということで、2022年6月発売予定と。なるほどです、はい、もうじゃあもうすぐですね。そうですね、もうすでにメーカーさんではもう公開されてるということみたいです。はい、はい、そしてですね、お値段の方がですね、はい、税抜き75万、うん、税込みで82万5000円と。なるほどです、いうことでございます。はい、はい、で、はっきり言ってですね、はい、これちょっと今お値段聞いてちょっと予算的になと思って人でもマジで歯を食いしばって頑張って手に入れる価値があるんじゃないかっていう風なんで、はい、ちょっとね、心して、はい、ご覧いただければ、いや、楽しみにしておいてください。はい、はい、思います。はい、ということで、6月に発売になった07X、はい、あ、で、こちらです。はい、これですね、はい、これです。めちゃくちゃかっこいいんですけど、はい、ヨスケ狩りにバシーンってきてますよね、はい、バシーンってきてますね。相変わらずなんかデザインはもう本当に、うん、って言えばいいんですかね。安定感、信頼感、安定感しかないですよね。ですよね、はい、いう感じで、あ、今日もうカメラさんも慣れてらっしゃいます、ね、あ、カメラさん慣れてらっしゃいます、はい、いい、はい、非常にいいカメラが、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、D07X は、長らくご要望をいただいてました、D シリーズのミドルレンジポジションとして約3年の開発期間を経て、フラグシップモデル D10X の性能を真に受け継ぎ、最新回路による、最新性能を獲得したハイパフォーマンスな製品だそうです。うん、ドライブメカの話いきましょうか。信号の理想的な経路と高品質なアナログ回路のための容積確保を実現する伝統のレフトサイドメカレイアウトをベースにということでございますが、結構真ん中にこうやってついてる やつが多いのかな、うん、真ん中ぐらい、ね、ですよね。左にあるってちょっと私もあんまり最近見ないですね、うん、もうこれはもうラックスマンのもうアイコン的な感じですよね。はい、こういう風にすることによって、はいはい、要はその両サイドにあるとそのディスクのそのドライブのところの中途半端なんですよ、その左右のスペース。そうですね、そうですね、はい、それをこっちに寄せることによってもしっかりと、はい、ドライブの、運動部というんですかね、うん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 、そこを確保しているという感じで安定した、トレースというか、はいはい、ピックアップというか安定した運動が、実現しているということで、メカブロックを強固なサイドシャーシにダイレクトにマウントすることで、うん、リジットに外来振動を遮断するオリジナル光合成メカニズム、はい、LX-DTMI を搭載、はいはい、D10X に迫る信号読み取り精度を実現しています。おい
いうことです、はい、これはあの本当だと思います、はい、ちょっとちらっと聞いたんですけど、うんうんうん、はい、そして、はい、もちろんトランスポートの次に来るといえば DA コンバーター、そうですね、 DA コンバーター大事な、はい、ペガサスも大好き、大好き DA コンバーター、はい、はい、何を積んでるか、はい、ローム車です、お、ローム車、はい、ESS とか旭化成じゃなくてローム、ローム、ですいや、はい、はい、ローム車製のですね MUSIC シリーズのトップエンドですの、ダックチップ BD34301EKV を、デュアルモノですね、あ、デュアルモノ、はい、豪華ですね、豪華です、うんうんうん、もうそれはやっぱりもう、はい、高級機ですから、高級機ですね、はい、2個あの分けて LR で分けてるのかな、うん、はい、っていう感じで、採用されているということです、うん、はい、なのでまあこうステレオでね、一気に、変換するんじゃなくてセパレートでやってくれると、はい、まあ、ノイズのですね相互干渉も抑える設計になっているということですね、こだわってますね、はい、で、USB の入力なんですけど、はい、最大 PCM、768kHz、32bit、DSD は、22.4MHz まで対応する最強の DAC 環境を提供します、まあ、今考えるあらゆるファイルが再生できそうですね、まあ、MAX のところでしょうね、はい、ですね、はい、また注目を浴びる MQA フォーマットを完全にサポートするフルデコーダーの機能により、うん、PC 等を接続した MQA ファイルの再生のみならずタイトルが続々と増えている MQA CD のハイレゾ再生にも対応しました、素晴らしい、はい、いや、もう拍手が多いですね、はい、はい、いうことです、はい、アナログ回路にはモノラルモードで動作する DAC チップの作動出力を受けるフルバランス構成の、IV 変換と、LPF ステージを兼ねた新開発ディスクリートバッファー回路を搭載し、次段コンポーネントを強力にドライブ、上位モデル譲りの伸びやかで躍動感ある音質を実現しましたと、いうことですね、はいはい、まあ、あの信号の経路もあの、まあ、いらないノイズが乗らないように、まあ、最小限に抑えるような、信号の流れみたいなのはしっかりこだわって作られているということだと思います、はい、外見いきましょうか、筐体ですね、はい、きめ細やかに、仕上げられたブラスターホワイト、かっこいいんだよな、この色、はい、ね、絶妙だよね、絶妙ですね、はい、ブラスターホワイトのフロントパネルとヘアラインのトップパネルが上品なコントラストを生み出す特徴的なデザインに、はい、従来よりも開口を広く取り窓を前面に張り出したディスプレイを組み合わせ立体的でダイナミックな外観を演出していますと、うん、ちょっと大きいの、大きい感じがしますけどね、うん、なるほど、うん、かっこいい、すごくかっこいいです、見た目、はい、はい、07は、07X はデジタルディスクから高品位な音楽信号をピックアップするドライブメカと、あらゆるデジタル音源のハンドリングを可能とするデジタル回路、そして新たに開発した渾身のアナログ回路によって音楽性豊かに演奏の空気感までもあらわに再生し、はい、みたいな、まあ、そういう感じです、もうしっかり本読みさせていただきました、はい、ありがとうございます、はい、でまあ、ちょっとね、はい、スペックの方だけ、はい、ちょっと改めてという感じでございます、はい、まあ、対応ディスクに関してはね、はい、SACD 当然かかりますからね、素晴らしい、はい、で、はい、MQA かかります、 MQA もかかると、はい、で、CD はかかります、かかります、あ、よかった、はい、あ、よかった、そこはちゃんと CD かかります、かかります、はい、よかった、いう感じでございます、はい、で、外形寸法ですね、440mm、はい、フルサイズで、足含めの、はい、132ですねで、奥行きが410、はい、で、重さは 17kg、 おお、結構重量感ありますね、いや CD プレイヤーですからね、なるほど、はい、なるほど、相当がっしりしてるな、うん、がっしりしてますね、いう感じでございます、はいはい、で、これをですね、はい、ちょっと聞いてみたいと思っております、わかりました、はい、で、ちょっと、はい、今日はですね、うん、MQA もかかりますので、はい、MQA のちょっとオスカーなんたらソンさんのやつをちょっと聞き比べをちょっとするのが面白いかなと、なるほどなるほどです、いうことと、あとですね、はい、めちゃくちゃある
ところがあるところっていう感じなので、はいはい、ちょっと B&W、はい、もう指名でいきます、はい、今回 B&W の、はい、801D4 ですね、はいはい、こちらでですね、鳴らしてみたいなというふうに思っております。わかりました、はい、よろしくお願いします、はい、します。じゃ あのとりあえず、まあ、まずスパッて見てっていう、まずあ、じゃあまずスパッて見て、はい、いうふうですね。わかりました、はい、じゃあちょっとスピーカー切り替えますね、はい、はい、よし、はい、まあバナナだから楽ですね。楽ですね、はい、もうスコッと溶けます。ちょっとあのパイプだけちょっと弾く、わかりました、軽く寄せていただいて、このパイプもお聞きいただけますんで、はい、ベーズオーディオっていうね、はい、ベーズオーディオですね。クーラント2.0、そうです、無指向性で、はいはい、有名なベーズオーディオですね、はい、まあでも本当にあの外見もめちゃくちゃ美しいですね、はい、トレーブ、このブラスターホワイトのパネルがあって、トレーブは、金属の磨きがまた変わってますね、はい、でボタン本当に綺麗に出てるなというふうに思いますね、うん、まあそんな感じでございます、はい、じゃあちょっとまずはスパッと、スパッて、はい、わかりました。あ、じゃあカメラさんはあのステレオイメージなんで、はい、あ、そうですね、システムのご紹介できますか。あ、もうお願いします、はいはい、システムはまず先ほどからご紹介している D07X、 そこからプリアンプのコンステレーションオーディオのピクター、そしてパワーアンプね、うちでも大好評オーディオのステルメント8、そこから BRW の 801D4 ということで、はい、まあ、おなじみの構成ではあるんですけど、間違いない、はい、送り出しが、まあ、今回 D07X になっておりますので、うん、でスパニッシュハーリも聞いていただきます。お、はい、お待ちください。待ってました、待ってました。では行きます、はい、どうぞ。There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. She is a special one, she's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. She's growing in the street, right up through the concrete, but softSweet and dreaming. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem, with eyes as black as coal that look down in my soulStart a fire there and then I lose control and have to beg your pardon. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden.いただきました。じゃあもう続きまして、はい、普通の CD と MQA と、はい、ちょっと聞いてみましょう。ました、たまにはね、そうですね、たまにはこういうことをね、やんないといけない、はいはい、レベッカビジョンが以外がかかるのは本当に久しぶりですね。ですね、はい、うん、もう本当にあの バカの一つ覚えもいいところで、はい、レベッカビジョンばっかかけてるっていうね、はい、意外と賛否両論あって、はあ、であのまあ、いろいろかけてよっていう方もいらっしゃるんですけど、はいはいはい、あのこれ同じ曲だからこそ違いが分かりやすいっていうこと、ね、コメントの多いです。壮大な集団催眠みたいな感じになってますね、はい、
プレミアついてるでしょ、レベッカ・ビジョンの。はい、レベッカ・ビジョンの、例えばあのよく書ける。めっちゃおもろいです、ね、はい。CD なんかの、なんかすっごい高いらしいですよ、今。はい、はい、ということで、今からですね、はい、普通の CD と MQA の、はい、聴き比べをやってみたいと思います。はい、オスカー・ピーターソン。オスカー・ピーターソンですね。はい。はい、の、Days Wine and Roses。ですね、を、かけてみたいなと、はい、1964年の、録音になります、はい、まあ、結構古いですね。そうですね、はい、あの割とですね、程よい録音にしてあります、まあ、ピアノなんかもこうがっちりオンにするんじゃなくてちょっと離れてっていう感じ、空間を取ってるみたいな ですね、はい、まあ、ドラムに関しては結構オンに、はい、なってるような録音なんですけど、もうね、こいつにかかったら、はい、ゴニョゴニョと、はい、ゴニョゴニョと、まあ、最後にね、印象をお伝えさせていただきます。わかりました、はい、まあ、それと合わせて、まあ、ついでだから MQA の話をしましょう。わかりました。で、私はあの音展に行ってきて、はい、音展、おー、はい、MQA の開発者ボブ・スチュワートさん、はいはい、あのちょうどなんかいて、はい、いて、すごいな、はい、で、ボブに、はい、インタビューをしてきました。え、本当ですか、はい、お、それめっちゃ見たい。で、ボブが、はい、まあ、ちょっと面倒くさいんで字幕とかは出さないんで、はいはい、あれなんですけど、まあ、ボブ曰く、もう本当に、まあ、オーディオファンもそうだし、オーディオファン だけじゃなくって、もう本当にあらゆる人に、あらゆる音楽ファンにいい音を届けたい、はいはい、なるほど、うん、いい音を届けたい、はいはい、でそのために MQA を、開発して普及させたいんだ、まあ、みたいなことを言ってました。暑いですね、はい、まあ、そういう、まあ、ボブに、対する敬意もね、込めてちょっと聞き比べをしてみたいなと思います。はい、まあ、ちょこっとね、ちょこっと、はい、じゃあちょっとかけてみましょう。はい、じゃあ早速おかけします、はい、これ普通のやつ、これ普通の CD です、はいはい、酒とバラの日々ですからね。そうですね、酒とバラの日々、はい、酒は分かるんですけど、バラの日々っていうのはどういうことなんですか。まあ、もう女の人とかっていうことなんですね、はい、さあ、じゃあ MQA で MQA かけてみます、はい、どうぞ。
ックということでございまして、はい、聞いていただきました、はい、オスカー・ピーターズ、ね、普通のやつと MQ、 はい、はい、じゃあ、はい、よろしいですか。ちょっと時間に、はい、今日は久しぶりに、あれいいですか、はい、持ってきて、お願いします。あ、ちなみにペガサスの T シャツです。おお、ダブ、いや、まあ、ちょっとまず期待しててください、はいはい、ということで、ちょっとペガサスが焦ってどっか行っちゃいましたけど、はい、そうですね、まあ、普通の CD と MQA、まあ、聞き比べ結構楽しんでいただけたのんじゃないかなというふうに思います。まあ、これ聞いてね、ペガサスと私がどう感じたかと、皆さんどう思いますか。なんか、いろんな人がいろんなことを MQA、言ってて、あれだなとは思うんですけど、まあ、我々の、ね、感想はちょっと、今からお伝えしたいなと思います。あ、ペガサス帰ってきましたね。帰ってきました。お、ということで、メインチャンネルで来たの。あ、ちょっと、あ、すごいですよ。すごいですね。もうカメラワークが、今日は違いますね、カメラワークが。さすが神様、今日神様撮ってもらってますけど、はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。ペガサス、田中マコル、田中ス、はい。はい、ということで、はい、はい、なんかちょっと賛否いただきそうなんですけど、もう気にしてられませんでした、今日は。はい、はい、ペガサスティにね、羽が本当に入りました、はい、はい、まずね、レベッカビジョンからかけていきましたので、そこから聞いて、まあ、私の印象なんですけど、はい、まあ、よくやってくれたなと、ラックスマン D07X、うん、めちゃくちゃ素晴らしい、うん、で何が素晴らしいかっていうと、うん、まあ、D10X、うん、結構ね、うちのチャンネルでもご紹介して、私も結構販売させていただいたんですけど、うん、まあ、そこまでの何というのかな、こう押し出し感であるとか元気の良さとかエネルギー感はないんですけど、うん、すごく温度感はあって、で、うん、クリアな感じ、解像度もあって非常に素晴らしくて、今度は D03X 下のモデルと比べると圧倒的に情報量とか解像度、まあ、クリアな感じ、うん、SN も良くって、で、D03X も非常に私は好きだったんですけど、うん、で当時 MQA の CD が出た時に、まあ、すぐ出したのかな、うん、ラックスマンさんはもう結構その先駆けて出して、で、まあ、話題になって、はい、うちでもね結構販売させてもらったんですけど、うん、めちゃくちゃ売れました、売れましたよね、はいはい、で、うん、ただやっぱり30万ぐらいの価格っていうところで、まあ、それでも素晴らしい音だったんですけど、うん、やっぱりちょっとね、いいシステムをお持ちの方には、うん、まあ、物足りないというような方もいらっしゃったところが、多分ね、これですごい全部クリアになったかなと、うん、で、DTX を今度はね、狙ってるような方、100万超えてる、まあ、プレイヤーなので、うん、まあ、一つ手が届かないっていうのと、まあ、すごくそのキャラクターを持ってるので、うん、ラックスマンの、まあ、いい意味でのラックスマンのキャラクターを持ってるので、まあ、そこの価格と、まあ、音っていうところを、これはうまく、なんていうのかな、継承しながらも独自に発展させている、うん、要は先ほど申し上げたように、うん、DTX ほどこう前に出てくる感じ、エネルギー感はないけれども、すごくいいところでまとまっていて、で D03X よりももっとハイエンドな音になっていて、うん、それがすごくうまくこう融合していて、うん、パッと聞きめちゃくちゃいい音に聞こえますし、うん、でも疲れるような感じは全然しないですし、そう、ね、このビアノダブルのスピーカーなんかで聞くと、まあ、例えばまあエソテリックなんかすごく情報量も解像度も高いので、うんうん、まあね、ちょっと聞き疲れるするぞっていうような方もいらっしゃるかもしれないと思うんですよ、うん、ビアノダブルであれば、はい、まあ、そういう方でもね、これであれば非常に聞きやすいけれども、うん、そういう情報量とか、うん、SN の良さとか、あと音楽性ですね、うん、そこはね、全く損なうことなく楽しく、うん、そして長時間リラックスして聞いていただけるかなと。でも襟を正してしっかり聞くってことももちろんできますので、うん、すごいなんかね、いいバランス感覚の上で成り立ってるプレイヤーだなと思いましたね。なるほど、はい、で、うん、あとはまあレベッカビデオを聞いて、まあ、そう感じたのと、はい、あとは CD と MKCD 聞き比べたんですけど、うん、まあ、なんか全く別物で、まあ、なんかちょっと MKA の話になっちゃうんですけど、うん、まあ、うん、そうですね、
まあ、ちょっと語弊があるかもしれないんですけど、うん、CD とレコードって音全然違うじゃないですか、うん、まあ、それぐらいなんかちょっとねインパクトを受けました、うん、もう全然違うじゃんと、うん、で、まあ、MK で聞いた音の方が、うん、よりなんていうのかな、まあ、一番私が、ね、いつも感じてるのは定期の量感とかがなんか、ね、うん、明らかに違くて、で押し出し感とかエネルギー感も違いますし、うん、なんか全然別物なんですけど、これはこれでね、すごく聴いてて、うん、なんかハッとさせられる部分もあって、うん、すごく私は大好きですね。なるほど、はい、うんうんうん、で、あのね、ストリーミングとかでね、あのよくルーンとね、タイガーで MQ 聴くっていうお話をさせてもらってるんですけど、はい、まあ、基本私 MQ 大好きなので、うん、まあ、そこがね、CD で聴けるっていうところは一つ魅力ですし、うん、USB のね、入力もありますので、うん、パソコンでそういうルーンとかを使って MQA で再生していただくということも、うん、ファイル再生ですね、ストリーミング再生できますので、うん、まあ、すごく使いやすい上に音もいいし、そういう今の最新のファイルにも、うん、ファイル再生にも対応した本当に、うん、バランス感覚がいい上にできることも多い、すごいプレイヤーだなと、なるほど、思っちゃいました。久々に長くこんなに語ったかな。それゆえに、うん、はい、羽が生えた。それゆえにどこ羽の生えポイントは どこがやっぱ、でも羽の生えポイントは、うん、やっぱりこのバランス感覚ですかね。この75万って最初洋介管理人が言ってたじゃないですか、うん、で、はい、それがひょっとすると税抜きね、税抜き、うんうんうん、高くないんじゃないかと、まあ、頑張って買ってもらう、うん、た方がいいんじゃないかっていうところ、うんうん、で私もそれはもうこれを聞いてそう思ったのは、やっぱりそのバランス感覚と、うん、もうしっかりとしたこう再生できるっていう、もうやっぱ音ですよね、音、うん、音ですね、もう音楽性、音がいいと、音がいいです、とにかく音がいい、うん、ちょっとだ長くなっちゃったりとっちらかっちゃったんですけど、もうそこですよね、羽のハイポイントは。なるほど、うんうん、っていう感じで、はい、あ、まあ、うん、いかがでした？これね、はい、とりあえずですね、はい、B&W の話をしましょう。B&W の話、はい、で B&W の、801ですね、はい、まあ、今 D4 になってます。 D4 になりましたね。で、すっごい、もう超ワイドレンジ、うん、情報量めちゃくちゃ多い、うん、すごいスピーカーですよね、はい、めちゃくちゃ。で僕らもすごいと思ったから、はい、もうメイン中のメインで、はい、もうこれがないとダメだと、はい、いうことで入れてます。そして、805ですね、はい、D4、はいはい、これもめちゃくちゃ売れてます、売れてますと、はいはい、なんですけど、うん、情報量が出すぎるがゆえにですね、うん、うまくバランスを取らないと、うん、その狙った音が出ないみたいな、はい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 、はい、もうワイドレンジで、まあ、いわばもう最大級に模倣されているようなスピーカー。そして B&W 以外にもですね、例えばタッドのなんちゃらとかさ、はい、そのツイッターでダイヤモンド使ってるようなワイドレンジのやつとか、はい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 、でその 音のコントロールみたいなのに苦労されてる方、はい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 、結構いると思うんですね。でもうめちゃくちゃ具体的な事象を申し上げましょうか、はいはい、B&W を買いましたと、はい、うん、でステレオサウンドとかそういうのでもめっちゃ絶賛されてるから、はい、とりあえず、ま、買っとけば間違いない、間違いないだろうと思うんですけど、はい、まあ、これちょっと共感してもらえる方もひょっとしたらいるかもしれないんですけど、はい、人気だからもう間違いないんですよ、はい、ください、はい、入れました、はい、って言った時に扱いが結構難しい。そうですね、鳴らしずのは結構大変ですよね。そう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 、はい、でなんかリラックスしてゆったり聞きたいっていう人が B&W 買っちゃって、うん、結構ゆったりしたいのにスポーツカーで走っちゃうみたいな、はい、あ、なるほど、そういうパターンに陥ってる人はね、マジでこれケーブルとかさ、はい、うん、そういうプリアンプとかいろいろご提案して、うん、まあ、こういうもので、うん、音作っていけばいいんじゃないですか、はい、とか言って、うん、我々も結構ゴニョゴニョやってるじゃないですか、うん、はい、やってますやってます。でそういう人ね、うん、こいつ一発言ったら一発で解決すると思った。なるほどなるほど、
僕らもやっぱそういうお客様って見えるじゃないですか。いらっしゃいます、はい、結構リラックスして、はい、ゆったり聞きたいんだけど、うんうん、まあ、B&W 持ってて情報量出すぎるから、うん、あ、じゃあちょっとなんか、うん、アンプとかケーブルとか調整しましょうかって、うん、結構ありますね。ありますでしょ。結構あります。結構悩まれますね。重心のね、はい、どっしり感がすごい。すごいですよね。うん、ドカーンってもうね、超強固な石垣みたいな。安定感すごいですよ。安定感がめちゃくちゃすごいです。はいはい、もうね、サウンドのブレもないし、うん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 、っていうので、僕はぜひこれ B&W で、はい、鳴らして今日は鳴らしたいと、もう指名でしたね。あ、いう感じなので、まあ、B&W 以外のね、はい、ちょっと、まあ、例えばそういう広域がさ、すごく出てますね、キラキラしてとか、はい、ちょっともうちょっと重心を、うん、低くしたいと、はい、うん、がっしりしたいとか、はい、音をもうなんか安定感をもっと出したいっていう人は、うん、マジで一撃で解決してくれるぐらいすごい安定感あります。はい、すごい。うん、で、はい、っていう感じ、はい、感じで、はい、その安定感なんですけど、はい、これアナログ回路、アナログ回路、あ、ここはデジタルじゃなくて、バランスとかをさ、はい、使った、モノラルモードで動作する、ダックチップの作動出力を受けるフルバランス構成のIV 変換 と、はい、ローパスフィルターステージを兼ねた、はい、新開発ディスクリートバッファー回路もう、ね、この辺じゃないかな。なるほど。このもうね、前の点もいいよ、点、はい、もいいです、点 もいいけど、ちょっと、まあ、これメーカーの作った人がどう思うかは知らんけど、はいはいはい、ほらソウルノートの S3 はいとか、はい、あれですね、エソテリックの100万円ぐらいのやつ、D03 あ、じゃあ K03XD ですね、とか、はい、うん、あの辺とか100万円ぐらいのグループあるじゃないですか、今超人気ですね、その、もうマジでね、はい、これ一回聞いた方がいいです。これは僕ね、ちょっとね、はい、もう100万円ぐらいの落としてるんだけど、うんうん、点があるから100万円つけられないっていうぐらい、はい、ちょっと相当僕レベル高いと思う。いや本当ですね、これで100万円ぐらいのクラスのありでしょ。いや全然あり、全然あり、うん、全然あり、110万って言われても全然驚かないぐらいですよね。でした、はい、はい、なんでこれね、高級な CD プレイヤーを、検討されてる方は、うん、もうぜひ絶対聞いてもらうべきですね、これ。そうですね、はい、基本的にさっきの効率の魅力っていうのは、うん、本当にもう比類なき安定感、うん、もう重心もがっしりしてます、はい、かといって上が伸びないかっていうとそんなことはなくて、上もねふわーっとくる、うん、そこのねバランス感覚がめちゃくちゃ素晴らしい、素晴らしいですよね。で、本当にさっきペガサスも言ったように、うん、エレガントさ、はい、うん、音楽性、うん、レベッカビジョンって、まあ、正直言って僕が聞きすぎちゃって、はい、いかがでした？ちょっと俺の中ではもう音楽だとは思ってないんですよ、ね、そうなんですね、もう仕事の一環みたいな。なるほどね、そこまで言ってるんですね、なんだけど、はい、なんだけど、はい、今日は音楽として聴けた、それはすごい評価ですね。例えばさ、はい、DCS とか、あ、 DCS とか、はいはいはい、あそこら辺のさ、なんかいわゆるなんか海外のハイエンドオーディオの、よくお客さんでも言う人いますよね、あ、なんか日本のメーカーだと、うん、音楽性はやっぱ海外かなみたいな、うん、いや結構いらっしゃいますっていう人はこれ聞いてから、そうですね、言ってほしいですね。これはね、うん、ちょっとね、そういうゾーンのところまで僕は食ってくるんじゃないかな、いうふうに思います、うん、はい、っていう感じで、はい、もうね、ちょっとすごいの出てきましたね。いや、すっごいの出てきてましたね、うん、またあ、うん、で、あと今、うん、そういう政治的な背景とかもあって、はい、もう値上げじゃないですか。値上げがすごすぎてもですよね、はい、はい、なんだけどこれはさ、うん、その値上げの前の感覚、はいはい、前の感覚で言っても安いって思っちゃ言えますよ、言えますね、はい、なんでもうなんかみんな 何買おうとしても、あ、高いなとか、うん、前は高かったなとか思うかもしれないけど、これに関してはもうそういういろんなことが起こる、うん、
前の感覚でも僕は安いと思います、うん、はい、っていうぐらい、ちょっとハイエンドなところをしっかり狙ってる人、はい、ですね、はい、であとは本当に聞き疲れしませんので、うん、最後のプレイヤーを探されてる方っているじゃないですか。姉妹のプレイヤーですね、はい、もううちのお客さんでも、はい、もうこれで最後だからなっていう、はい、口癖の方がいらっしゃいますけど20回ぐらい来ましたそれ最後のプレイヤーに、はい、なりますね。もう最高です。最高ですね、はい、でも最後のプレイヤーって大体やっぱ100万超える方が多いと思うんですけど、うんうん、これだからそう考えてもお値打ちですよね。いやちょっとねお値打ちとしか言いようがないです、 ですね、これは、はい、いう感じで、はい、でまあ、高級感もあるし、いやそう見た目でめっちゃかっこいいです。うん、ちょっとね CD プレイヤーまあいろいろ今30万円ぐらいのゾーンってすごい熱いじゃん。30万のゾーンですね、はい、つね、トライオードのやつとかさ、はい、テクニクスのやつとかいろいろ便利なやつあって、はい、でその中にラックスマンの D03 もあって、まあありますね、はい、でそこでもまあラックスマンらしい、はい、うんうん、しっかりとした個性を発揮して、はい、まあ、そこのゾーンでも人気あります、はい、ただもう本当にその03と比べたら、うん、さっきペガサスも言ったように、はい、もう全く違います。もうグレードが全然違う、うん、で10と7は、うん、に関してはちょっとごめんなさい、僕はもうちょっとコメントを差し控えたいです。なるほどなるほど、ぐらい7の出来が僕はいいような気がします、うん、はい、10の凄みっていうのはさ、うん、もちろんあって、うん、これ比較するともうラックスマンはやっぱラックスマンだから、ね、ちゃんとしっかり差はつけてるとは思い、はいはい、ますが、にしてもだと思うよ。にしてもですよね、はい、いう感じなんで、はい、ちょっと機会がある方って、うん、まあ、僕らも機械作って、はい、10と7あ聞いてみたいですね、比較して。これはね、禁断の主張だと思います。禁断ですね、はい、ジャイアントキリングあるかもしれない、あるかもしれないっていう感じで、本当にあるかもしれない、いや本当にあるかもしれないと思ってます、はい、芯から2人とも、はい、ですね。電源ケーブル純正でしょ。純正でしょ、これ買えないでしょ、うん、買えなくてこれですからね。ちょっとねこれもうちょっと攻めてみたりすると、うん、もっともっと答えてくれそうです。面白い感じに、うん、まあ、もちろんね純正のケーブル、はい、もちろん素晴らしいんですけど、うん、もっともっと化けたらどうしようみたいな感じになっちゃいますね。うん、本当にやばい。いう感じですよね。うん、ソーズノートの S3、はい、あるじゃないですか。S3 ありますね。はい、でとか、あとはエソテリックの K03XD とか、01XD でもいいですけど、01とか、はい、うん。あの辺と比べても、はい、戦いますよ、ね。全くそうですね。グレード的にも、うん、もうめちゃ肉薄してるから、うん、ひょっとしたらもう一緒ぐらいかもしれないです。うんうん、で、個性っていう意味ではもうかぶってないですよね。あ、そうですね、個性はかぶってないですね、うん、はい、なので、高級 CD プレイヤーをお探しの方はぜひ選択肢にね、いやですね、入れていただいた方がいいと思いますよ。これ後で聞いて、あ、こっち買えばよかったって思う人もいるかもしれない、うん、そうですね、うん、それぐらいよかったです、はい、で、メッセージがすごいはっきりしているから聞いててもすごい気持ちいいし、逆にメッセージがはっきりしてるから、うん、できれば聞いてから買った方がいいと思う。いや、そうですね、聞いていただいてね、はい、またお対応料で申し訳ないけど、はい、聞いていただいていう感じでございまして、はい、まあこれも本当傑作の、まあ、CD プレイヤーの歴史に名前が残る品番にひょっとしたらなるぐらい、うん、出来がいいと思いました、うん、はい、で、MQA ね、 MK、 はい、MK いかがでした、洋介さんに改めて。その、いまだに、うん、仕組みがどうのこうのとか、はい、そういうことは、うん、なんかもう、分かったようでもう、分からない、折りたたむっていう、折りたたむ、よく分からないんだけど、もうひたすら楽しいっす、うん、いや、楽しいですね。音楽ファンは、もう本当に楽器のさ、うん、なんか本当にアーティストのさ、本当プレイの細部までしっかり味わえるし、音楽マニアというか、はい、うん、オーディオマニアというより音楽マニアの人はもうぜひね、やっぱ MQA 体験してほしいです。そうですね、ひたすらに楽しいですね、うん、なかなかそのね、高級機であったり敷居が高かったり MQA するんですけど、うん、なんかここで一発皆さんにもね、いろ
本当多くの人に聞いていただきたいですね。そうですね、はい、うん、だからもう感性的にはやっぱり完全にありなんですよ。で、田中さんはお好きなんですよね。私は好きです。で、僕も大好きなんですよ、うん、MQA、はい、で、あとはさ、はい、テックのところだと思うんですよ。いや、もうそこですよね。そのテックのところで、なんかいろいろなことを言ってる人いるじゃないですか。いますいます。で、確かにその人たちの言い分も分かるから、はい、だからちょっとね、これはこれ別で MQA の特集みたいなのも、はい、なんかできたらいいなと思ってます。あ、そうですね、すげえ詳しい人来てくれると嬉しいですね。そうですね、はい、はい、まあみたいな感じでございます、はい、まあ、そこら辺のね、聞き分けもバッシリやりたいですね、はい、まあ、こいつだったらできるし、はい、はい、本当にいい CD プレイヤーなんじゃないかなというふうに思いました、はい、はい、ということで、はい、今日は、ラクスマンのね、待望の新作、もうこれ傑作と言ってよろしいですよね。ですね、まあ、洋介管理人がこんなに褒めるの、はい、久しぶりに聞きました、ね、はい、という感じでございます、はい、D03、あ、07X の紹介でした、はい、どうもありがとうございました。